はい、どうもこんにちは。開票速報ライブ今、終わりました。ありがとうございます。ということで、当選しました。ありがとうございます。こんなテンションですけども、さっきはライブでめちゃめちゃ今ちょっともうクールダウン、クールダウンっていうかもうなんか頭が、はい、回ってなくて、うまくいつも通り言葉が出てませんが、当選させていただきました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ということで、順位は、トップ当選には、至りませんでしたが、3位、という順位を、いただけたかなと思います。はい。平塚 YouTuber 新、3827票ということで、現在の時刻が、0時05分となっております。はい。3827票で、ございます。で、上はね、勝田さんが、5902票。で、井口さんが4520票ということで、上の方だけ、紹介させていただきますと、そんな感じで井口さんに、700票ぐらい、差がついてしまったので、おそらく、3位かなと、思います。でも、久保田さんも、3621なんで、まあ、200票、残り 3% で開票、があったらね、僕は、4位になるかなと思うんですけども、はい。で、そんな感じでございました。3位か4位じゃないかなというところでございます。で、本当に大きい、数字で、ございます。これは本当にもう、皆さん、本当に僕はもう今日の日まで、トップ当選するっていうのをね、言いましたけども、不安な気持ちで本当にいっぱいで、ございましたんで、本当に当確が決まった時が一番嬉しかったかなと思いますね。順位に関しても本当に、いや、すごすぎる数字ではあるんですけども、はい。新人26歳、平塚 YouTuber 新をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。以上で終わります。ございます。当選後は、当選後も YouTube は続けますし、開店閉店情報とか、ラーメンの情報とか、もう引き続きやります。それはコメント欄とかで、結構やるんですかみたいな声があったんで、引き続きそれはもちろんやる予定でございます。で、明日、明後日とかもね、駅前、明日、明後日はどうかな。ちょっとまだ落ち着いてからというかね、なるべく皆さんに早いうちに、顔を出して会える機会をね、設けられたと思っております。本当に投票してくださった皆様、ありがとうございます。責任を持ってね、まず4年間頑張りたいなと思います。3800票ありがとうございます。以上、平塚 YouTuber 新でした。では。